下町の見慣れた光景木造住宅などが立ち並ぶ密集地域だ阪神・淡路大震災では市街地など密集地域で火災が発生し広範囲に燃え広がった東日本大震災では火災の54%が電気が通った状態によって起きたものだった。 政府は国土交通省が定めた著しく危険な密集市街地11都府県25市区町に対して関心ブレーカーの設置を求める勧告を出した古い木造住宅が立ち並ぶこの辺りも韓国の対象地域ですえ、すぐ横にはこういった細い通りが至るところに広がっています関心ブレーカーとは 地震の揺れを感知するとブレーカーが落ちて漏電による火災を防ぐというもの義務はないが今後韓国地域では住民に設置を求めることになる地震の揺れでこの弾が落ちることでブレーカーを落とす仕組みになっています簡易なものから分電盤やコンセントに内蔵されるものまで 値段も3000円程度から数万円と幅広いあいのあると安心かなと思ってますけどね関心ブレーカーの普及率は現在1%程度すでに一部の自治体では補助金の支給もあるが地域ぐるみで設置しなければ効果がないという指摘もある町全体を守るということこれからみんなで一緒に考えていく必要があるのかなと思ってます